ふるさとを好きになって臼杵市の魅力を伝えてもらおうと、新たな子どもガイドがデビューしました。おめでとうございます。検定試験に合格した臼杵っ子ガイドと臼杵っ子学芸員に認定証が手渡されました。これからはさまざまな場所から来ていただいた方々に、臼杵ってすごいんだねと思っていただけるように、分かりやすいガイドを心がけていきたいです。認定式の後、早速歴史資料館でガイドとしてデビューしました。ガイドは国宝臼杵石仏について、学芸員は歴史資料館の展示物について4回の講座を受講し認定されます。休日に観光客などの案内を行う予定です。